こんにちは今日は非保存力の仕事と力学的エネルギーの関係を考えるよまずは前回のおさらいからこちらを見よう前回糸に取り付けられた物体が運動するっていうことを考えたよね働く力力力はは重力これは保存力だよねそして聴力は非保存力なんだけどもこの聴力と速度のなす角度が直角だから 非保存力である張力が仕事しなかったよねで、この場合は力学的エネルギーに注目するとどんなこと言えるんだっけ非保存力が仕事しない場合は運動エネルギーと位置エネルギーを足した力学的エネルギーは保存される前回は非保存力が仕事しない場合 物体がが持つ力学的エネルギーが保存されるっていうことを考えてるねじゃあ今日はもし非保存力が仕事する場合は力学的エネルギーはどんなことが言えるのかなこれを考えていこうねさあ図を見てほしいんだけどもボー,ルが登場だよえボールを手で支えて A から B まで移動させるっていうことを考えてんだ。 実践やってみるとこれボールがあるよねボールを手で支えてこうやって移動させてるっていう感じだよね。A 点の高さはスモール H で速さはスモール VB 点の高さはラージ H で速さはラージ V だと今ボールに働く力は、えー、もちろん重力そして手の力が働くよね。まあ、今手の力は上向きに働くと仮定しておこう。 考えてみたら下向きにね力を加えるっていう話もあるんだけども今上向きに支えながら移動させたっていうふうに考えてみようね。え手の力の力大きさをあ A から B まで移動した移動距離を書いておくと移動距離は高さの差だよね。えもちろん smallh と largeh の差が移動距離だよね。さあ あとは重力仕事してるよね。それを W small mg と書いておこう。え手の力も仕事してるから W f と書いて。仕事が複数ある場合はその仕事の合計が右辺。覚えてるかな。え右辺なんだけども物体が持つ運動エネルギーの変化に変わるよね。えもちろん運動エネルギーの変化。最後は 2分のスモール m ラージ v2 乗これ仕事した後だよね。仕事する前の運動エネルギーは2分のスモール mv2 乗と表すことができる。ここまで大丈夫かなで。次に重力がする仕事に注目したいんだけども、重力の仕事は力 mg 移動距離同じ方向だよね。まあ、だから単純に mg かける移動距離は スモール H. 引くラージ H. と表すことができる。F. の仕事はそのまま W. F. と書いておこう。いい右辺は右辺そのまま運動エネルギーの増分。変化量でね。二分のスモール M. スモール V. 二乗と表すことができる。さあ、左辺の重力の仕事に注目したいんだけども。重力の仕事はよく見ると。一エネルギーの差になってるのはわかるよね。 え、どういうことかって言うと、この部分は MG スモール H ヒッ MG ラージ h と書き換えることができる。つまり重力のする仕事って位置エネルギーの差で表現できるよね。mg スモール h っていうのは最初の位置エネルギーだから前って書いとこうね。最初の位置エネルギー前。 mg ラージ H は最後の一エネルギーだからあとって書いておくよ。で右辺の運動エネルギーを見てほしいんだけども2分の m ラージ V2 乗とはこの最後つまり後の運動エネルギーだよね。もちろん2分の msv2 乗は前の運動エネルギーだっていうのは分かるよね。そこで位、えー、エネルギーを右辺に移行するっていうことを考えてみよう。 F のする仕事だけ残しといてエネルギーのこう全部右辺に移行するとどうなるかっていうと人の力がする仕事は人の力をする仕事はまずこれ移行するんだけどもここに後の運動エネルギーがあって後の位置エネルギーがあるからこれ組み合わせてみよう。これ移行するとどうなるかっていうと2 2分の small v 2 Mg-H とこれを一つのグループと考えてみようね。えー、運動エネルギーと位置エネルギー足したものを何て言うんだっけ力学的エネルギーだよね。力学的エネルギーなんだけどもこれは仕事した後の力学的エネルギーになってるのが分かるよね。でそれから、えー、今度は2分の mv2 乗とこいつを組み合わせるんだけども m g s h を移行すると マイナス M. G. スモール H. になるよね。だからマイナスをくくり出すと、二分のスモール M. V. 二増。そして一エネルギーは M. G. スモール H. と表すことができるよね。これは前の力学的エネルギーを表しているのはわかるよね。さあ、どうだろう。まず左辺なんだけども、左辺は人の力がする仕事、つまり、これは非。 保存力の非保存力のする仕事が大変だよね右辺を見てほしいんだけども後の力学的エネルギーから前の力学的エネルギーを引き算したってこれって力学的エネルギーの変化量あるいは増加を表してるよねえだから右辺はもうちょっとコンパクトにまとめるのであれば 増加を表す記号デルタっていう記号があったよねそれを使うと力学的エネルギーの変化になってるなつまり人の力みたいな非保存力が仕事する場合物体が持つ力学的エネルギーは仕事した分だけ増加しちゃうなこれが非保存力と力学的エネルギーの関係なんだよねそれがここに出ます さ非保存力が仕事した場合物体が持つ力学的エネルギーは仕事した分だけ増加するよいいちょっとイメージをはっきりさせるとボールに力を加えました人の力がする仕事はね僕がボールにする仕事はこのボールが持つ力学的エネルギーの増加に変わるんだこれが非保存力のする仕事と力学的エネルギーの増加の関係なんだよね。 さじゃあ練習やってみようね、えー。図のように水平面とシーターの角度をなす長さ L の斜面があると斜面の上端に質量 m の小物体を静かに置いたところを滑り始めたと静かに置いたとあるからもちろん初速度はゼロだよね。重力加速度 G とすると1番小物体が斜面の上端から下端まで滑り落ちる間に動摩擦力さあ 摩擦ありの場合考えるよ同摩擦力がした仕事を求めようただし小物体と斜面との間の摩擦係数ね同摩擦係数が μ' と与えられてる摩擦がある斜面上でちょっとまた実験やっちゃうんだけども今斜面があるよねで物体を乗せるよ動かないねえー、あ見たかなつまり 摩摩擦擦を受けながら動摩擦力だよね移動するときに働く動摩擦力を受けながらじわじわ移動していったよねこの運動を考えていくんだけどもさあ今働く力を全部書いてみようどんな力が働くかな物体にはもちろん重力が働く大きさはもちろん MG だよねであとは接触力なんだけどももちろん斜面から受ける垂直抗力大きさ N としておこう。そして え動摩擦力が働くんだけども動摩擦力は移動と逆向きつまり物体は斜面に沿って下方に移動してるから移動と逆向きに動摩擦力が働くのわかるよねえ。大きさは動摩擦係数を利用して μ'n と表すことができるさあここまでいいかな。であとはこの同摩擦力がした仕事なんだけども力は斜面に沿って上向きであるに対して 移動距離は今ここから斜面の型まで移動してるなだから移動距離をかけあらすとここからここまで移動してる移動距離 l メートルえということは重量あっ摩擦力の方向と移動方向って逆向き1 8 0度の角度をなしているのが分かるよねいい。ということは力と移動方向が逆向きだっていうことは 動摩擦力の仕事はマイナスになるよね。えー、どういうことかというと、動摩擦力のする仕事 Wμ ダッシュ N は、えー、基本に変えると力と移動方向が斜めの場合どうすんだっけ？力かける移動距離かける二つのベクトルのなす角度を θ すると Fs コサイン θ だったよね。それを使うと動摩擦力の大きさかける移動距離かける 二つのベクトルになす角度180度だからコサイン180度と表すことができるよね。そうするとコサイン180度はマイナス1だからマイナスがつくよね。であとはミューダッシュ次 N なんだけども N って僕が勝手に書いた文字だから与えられた文字を使って書き換える必要がある。そこで N 一体いくらかな。 重力を分解したいんだよねえどういうことかというと重力は斜面方向と斜面に直角な方向に分解することができるよねえ補助線を引いて今重力を二つの方向に分解してみよう斜面方向と斜面に直角な方向に分解することができるわけだえ斜面に直角な方向に注目すると この斜面直角な方向は物体は静止してるよね運動してないよね運動方向は斜面方向だ斜面に直角な方向は静止だということは N とこの MG の斜面に直角な成分は釣り合ってるよね斜面に直角な成分なんだけども斜面の角度シー θ とここの角度が同じだよねえつまり重力の斜面直角な成分は mg コサインシーターと表すことができるわけだえ。つまり垂直効力は斜面に直角方向の釣り合いを考えると mg コサインシーターと書けるよねえ。そして移動距離を掛け算したものと。えだから式をまとめるとマイナスミュウダッシュ mgl コサインシーターと書き表すことができる。これが動摩擦力のする仕事だよね。 さ続いて括弧2をやってみようねえ、小物体が硬いに達した時の運動エネルギーを求めようと初速度ゼロだったよねえそして動摩擦力を受けながら斜面の硬いに達した時の速さをスモール V と表しておこうねえ、目的は最下端に達した時の運動エネルギー2分の MV2 乗がいくらかなどうやってとこうみんなもし摩擦がなかったら 滑らかであればここからここまで力学的エネルギー保存されてるよねなぜかって言うと重力は保存力垂直効力は非保存力なんだけども垂直効力と移動方向は直角だから垂直効力って全く仕事してないのわかるよね非保存力が仕事していなければつまり斜面が滑らかであれば力学的エネルギー保存で解けるよね ところがこ1で計算したように動摩擦力が仕事しているということは力学的エネルギーは保存されていないな、ね、あ元になる式を書きたいんだけどもまず「仕事は仕事」でも「保存力の仕事いい非保存力の仕事」いい非保存力の仕事は物体が持つ力学的エネルギーの変化になるんだってね。 変化を表す記号を使うとデルタ運動エネルギーと位置エネルギーを足した力学的エネルギーの変化あるいは増加に変わるとこれを使って考えてみようえ。まず左辺の非保存力の仕事というのはもちろん動摩擦力がした仕事だよね垂直抗力も非保存力だけどもこいつは全く仕事しないから考える必要なしだと。えだから これを代入するとさ左辺ね同摩擦力の仕事はマイナ −μ'mglcosinC だがさ右辺力学的エネルギーの変化位置エネルギーは最下端この場所を位置エネルギーの基準だって考えてみようね。すると変化量っていうのは最後から始め引くわけだから。 最後の力学的エネルギーは運動エネルギーは2分の mv 乗で1エネルギーはゼロだよね。これが最後仕事した後の力学的エネルギーでそれからえ最初の力学的エネルギーは運動エネルギーはゼロだよね。1エネルギーはっていうと この最下端から測った高さなんだけども直角三角形があるよね直角三角形の斜辺が L だから高さはもちろん Lsinθ と表すことができるわけだだからスタートの位置エネルギーは MgLsinθ と表すことができるよね。ここまで大丈夫かなもう一回確認すると 動摩擦力がする。仕事が物体が持つ。力学的エネルギーの変化。最後の力学的エネルギーから初めの力学的エネルギーを引き算する。これが仕事と力学的エネルギーの関係だよね。もう出ちゃったよね。いや、もちろん運動エネルギーが知りたいよね。運動エネルギーはと2分のスモール mv2 乗はと書くと。 M. G. L. サインシータを移行するよ。そうすると、M. G. L. サインシータマイナスミューダッシュ。M. G. L. コサインシータと書き表すことができるわけだ。これ大丈夫かな。え、だから、最後の運動エネルギーは。M. G. L. をくくってみよう。そうすると、M. G. L. カッコサイン。 シーターマイナスミューダッシュコサインシーターと書き表すことができるよね。えつまり、最下端に達した時の運動エネルギーはこの形で表すことができるというのが答えになるわけだ。いいかな。だからあくまでも今回の場合は動摩擦力が仕事していたから力学的エネルギーは保存されていないよね。その場合は。 ポイントはここ、非保存力のする仕事が力学的エネルギーの変化に等しいなこの式のね使い方をしっかりマスターしようねさあ、今日のまとめです今日は非保存力が仕事する場合を考えたよねこの図のようにボールを移動させるでこの時にボールに働く力は重力と人の力があったよね 重力は保存力これは位置エネルギーが決まる力それに対して人の力これは非保存力位置エネルギーが決まらない力だよねこうやって非保存力が仕事すると今僕の手がボールに対して仕事したそうするとこのボールが持つ力学的エネルギーは変化するんだってよねこの式を見てわかるように非保存力のする仕事は 物体が持つボールが持つ力学的エネルギーの変化になるんだとまとめたのはこれね非保存力が仕事すると物体が持つ力学的エネルギーは変化するあるいは増加するともう一回言うと非保存力のする仕事は力学的エネルギーの増加になるんだとさ今日の、えー、まとめなんだけどもこの非保存力のする仕事と力学的エネルギーの関係をしっかり覚えようね